然ですが皆さんは、超国民的アニメのサザエさんをご存知ですか？サザエさん、いや、聞いたことねえな。あの超国民的アニメを知らないの。サザエさんなら知ってるけど、サザエさんは極悪非道なトサカ頭の女よ。弟のマグロはサザエさんをものすごく恨んでいるの。なんだその設定。今日のお話は、サザエさんがマグロを部屋に閉じ込めたから、マグロが部屋から脱出するってお話よ。とんでもねえ話だな。それじゃあ早速やってみよう。この平凡な部屋がマグロの部屋よ。なんかどこかで見た坊主頭だぜ。さあ脱出に必要なアイテムをどんどん回収していこう。トンカチだ。小学生の机じゃねえ。ここにあったのか。精神安定剤。精神安定剤。マグロは姉さんがあまりに恐ろしいもんで薬に頼っているんだよ。そんな奴の頭を容赦なくぶっ叩くなぁ。なんかハリセンがフィットしやすそうな頭だったから。薬に頼るほどササエさんはひでえ姉さんなんだな。そりゃあ一家の主の毛はむしるわ。夫の給料を全部取っていくわでひどい奴なんだよ。ジャイアンより悪質じゃねえか。あ、マグロの机の鍵を手に入れたよ。それじゃあ早速使ってみよう。わら人形。これはマグロがこっそり作った人形だよ。なんてもん作ったんだ。バッチリ姉さんって書いてあんじゃねえか。これでササエさんを呪おうとしたんだけど未だに効かないみたい。あったらあったで怖いわ。お次は妹のワケメちゃんの机を調べるよ。ワケメちゃん。前髪を七三に分けてるおかっぱの女の子よ。胴体で抜きすんな。ワケメちゃんの机の中身は石ころが一つ。これが女の子の机の中身かよ。すまんワケメ。あ、女の子らしい輪ゴムが入っていたわよ。どこが女の子らしいんだ。あ、こんなところに鍵発見。マグロは全くためらわず開けるわよ。罪悪感抱いてんじゃねえか。だけどその感情も一瞬、速攻で貯金箱を割って現金確認するよ。クソ野郎じゃねえか。ざっと1216円ね。お前もおー。それじゃあ今度はこっちの本棚周辺を調べるよ。ここも何かありそうだな。この洋服ダンスが怪しいわね。隠していたテストだ。ダメダメじゃねえか。その後押し入れから割り箸の鉄砲と水をゲットしました。こいつ携帯持ってたのかよ。メルトモは花沢さんだけだけどね。この金庫怪しいな。今は番号がわかんねえから置いとくぜ。輪ゴムでダマを起こしましょ。ね、姉さんのじゃんけんプレートが。姉さんに殺される。殺される。これはかなりやばいね。薬。ふう、薬があってよかった。精神安定剤のおかげでマグロは落ち着いたわ。あの慌てようは尋常じゃなかったぜ。ササエさんは足が弱点みたい。手配書まであるなんてさすがは極悪人ね。金庫って、このマグロの答案が関係していると思うんだぜ。確かに何の意味もないわけがないもんね。この丸がついてる、一石二鳥、これが鍵だと思うんだ。あ、そういやワケメの机の中に石があったしね。鳥は手配書に書いてあったよ。それと部屋の中にもいくつか石と鳥の人形があったから、それを全部入れて。石が3つに鳥が4羽。よし、正解だ。あ、240日放置されたショートケーキ、腐ってるなんてレベルじゃねえ。これをあいつにあげれば。あいつ。おいおいこれまた見たことある見た目だぜ。あの野郎を追っ払ったからここから出られるわ。でも玄関の鍵が閉まっているみたいだぜ。そんな時は藁人形に八つ当たりだ。切りやがったー。藁人形の中から毛を抜かれたハゲが出てきたわ。そんな時は髪をかぶせれば OK。ササエさんになった。ふっふっふ、これがこの家の鍵よ。まさか。マジだー。これでようやく外に出られるよ。やったー、姉さんから解放されたぞー。マグロ、マグロ、マグロ、マグロ。僕はマーグローだよー。なんで自分の名前連呼しだした。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。